21時から9時からマジョルカ対ビジャレアル久保建英選手、フルス対決があるんですけれども、その前にね8時30分キックオフ、シントトロイデン対ヘンクの試合を先に見ていこうと。ビンクービンクちょっと画面にはねシントトロイデンのマスコットビンキーくんかな、ビンキーくんすごいめいちゃってる可愛い鳥さんが出てきてるんですけども、はい、の試合を見ていこうかなって思っております。久しぶりの配信、ちょっとね家出してまして、桜子、はい、久しぶりに自宅に帰ってまいりました。大輝ありがとうございます。パン屋さん、 FS さん、ステイフリーさん、ブラーテナさん、下あなたさん、花根城さん、あやかさん、マルさん、ヒコイチさん、キヨピーさん、久々に同時視聴ありがとう。マッツンさん、レクイエム課長さん、トットさん、ルイさん、キヤさん、よろしくお願いします。そしてミクチャの方でもね、ライチさんかわいい、ありがとう。シトさん、メシテロ卵かけご飯ありがとう、ナイスパー。はい、さあ今日はねこのシントトロイデン対ヘンクなんですが、日本人対決となっております。桜子大好きなね、うん。でスターティングメンバーに5人ですね。シントトロイデンから4人で、ヘンクに IGA がいらっしゃいますね。はい、楽しみですね。どっち勝っても嬉しいやつ。前回ね鈴木武蔵の、所属してるチームとうおーだったんですけども、まあ、残念ながらね鈴木武蔵出場機会がなかったですけれども、 IGA はもうもちろんキャプテンスタメン起用ですね。キャプテン嬉しいよね。伊藤純也と伊藤達也の柏対決が、あ、二人とも、伊藤達也も柏なんですね。そうなんだ。伊藤対決、そして元柏対決ということですね。はい、ちょっとキックオフする前に乾杯してもいいですか？よいしょー！答えは聞いてない！ちょっと待ってね、手が滑る。で、懐かしの電王ですね。懐かしの電王のセリフ、答えは聞いてない。キャプテンすごいですよね。日本人所属チームが勝つ試合、おっと、それはどうかなそれはどうかな。その通りですね、どっちが勝っても嬉しい。さあ今日はですね、何読んでるの、朝日さんのザ・レモンクラフトです。桜子大好きな週末のご褒美にっていう、スクリューキャップがついた缶の、ちょっとこのサイズにしてはちょっと高いお値段、高めのお値段なんですが、これのね緑色の方、グリーンレモンチューハイ、これがすごい好きなんです。甘くなくて糖質 1.1100g 中最高。ルキさんこんばんはです、ようこそ。それでは今日ね、マジョルカの試合も楽しみですし、このシントトロイデン対ヘンク日本人対決のベルギーリーグの試合もとっても楽しみにしておりました。素敵な試合になりますように。乾杯。富永さんこんばんは。今日は2試合同時。そうなんですよ、まあ、途中までこれ見て、でマジョルカ始まったらマジョルカ見てって感じですかね。ラルおじさんこんまる。キャプテンすごいね。いや楽しみだわ。そして配信も久しぶりなんですごい楽しいです。シマルランコンバリアンコさん、乾杯。うん。白鷺さん、コンバリアンコさん、乾杯。うん。先生も同時視聴、先生の方を見られてるときは先生の方に集中してください。桜子の方大丈夫だからね。もう大丈夫だよ。ありがとう。どうぞお帰りください。さあ、まもなくキックオフ。シントトロイデンポールですね。左から右に、攻めます黄色と青いユニフォーム、ホームのシントトロイデン、そして右から左に攻めます白いユニフォームが IJ キャプテンのヘンクと言います。ヘンクなのかヘングなのかちょっと分かんないね。どっちなんだろう、どっちの表記もある。スペードさんこんばんは、ようこそ。ダート竹を天秤にかけなきゃいけない背徳感に桜子は耐えられるのか。ちょっと耐えられないかもしれん。9時になる瞬間耐えられないかもしれん。この試合の内容以下だよね。30分、前半30分ね、どうなってるかっていう感じ。
ルイさん、ミラン戦観戦楽しかった。ありがとう。楽しかったよね。面白い試合だった。レスコさん、コウマリようこそ。シントトロイデン J1 化してきた。本当やんね。本当やんね。まあでもその分、まあ今回ね、鈴木ユーマーは移籍しませんでしたけど、こうシントトロイデンで名を上げたらどんどんね違うリーグに出世していくから、あ、ゲンクか、そうそうそう、ヘンクかゲンクかみたいな。でも G って発音すんのかな。ベルギーリーグ公式ホームページです。シントトロイデン VS ゲンクになってますね。ヘンクは日本語読み、あ、そうなんだ。富安がデビュー戦でデュエル勝率プレミア全体の1位、マジですごい。2戦目の昨日はデュエル勝率 100% 達成した。あーありゃまあ、すごいですね、すごいですね。ちょっとなんかすごすぎて、すごすぎて本当に富安ってなっちゃう。本当にそれは日本の富安ですか。うん、へえ。まあ、ヘンクでもね、ゲンクでもね、どちらでもお好きにお呼びください。桜子も気まぐれで呼び方変わるかもしれない。うん。ねえ、確かにこの時間、日曜日のこの時間にサッカー配信できるってめちゃめちゃ嬉しいね。IJ 推しなんで、ここは決めてもらいたい。決めてもらいたいね。来たよ、IJ。来たよ、右サイドからクロス。高いね。おお、シュミット・ダニエルがキャッチ。わ、すごい、すごい代表だ。代表同士だ。ベルギーは公用語が複数あるから、それによって読み方が、あ、そうなんだ。なるほどね。うん。トミプレミアで妙に馴染むところ、どころか対応式だね。そう。なんか誰やったっけ、その、どの解説を聞いてもさ、いや、プレミアは違いますから、プレミアは馴染むのにまずちょっと時間かかる、スタメンも難しいんじゃないか、みたいなこと言ってましたけど、すぐスタメンだし、すぐ馴染むし。代表での富田の、ね、そのなんかチームでめちゃめちゃ活躍してる選手はさ、うわ、調整やん、代表で見るの楽しみって言って、代表やったら振るわないの見るとちょっとショックやんな。なんか、や、まあね、なんか、お願いされてる、やるべきことが違うからなんやろうけど。あ、意外にベンチなんや。うん。移籍初試合からすごいね、すごかったよね。古橋とかね。トミーもフルで輝いてると。皆さん、こんばんは、ようこそ。うん、さあ、朝日化成、結構日本の企業さんもスポンサーなってますね、さすが。順位的にはヘンクが現在7位、そしてシントトロイデンは10位なんですけども、まあ、シントトロイデンね、最近2連勝してて調子がいいという感じなので、本当にどっちが勝っても、どっちが勝つかわからない試合になってますね。モノモノさん、こんばんは、こんまるようこそ。来てくれてありがとうございます。一緒に見よう。さあ、現在はシントトロイデン対ヘンクの試合同時視聴しております。前半開始5分、間もなくというところですね。トロイデン、なんだかんだ、育成いい感じ。あ、そうなのね。あ、そう、南野くんね、出番ないんだよね、まだね。結構ね、そのなんか日本向けなんかわかるけど、結構写真とかはね、すごい使われる。ね、なんか、ホームページのさ、写真でさ、今日何々戦です、みたいな。チームはこれから移動します、アウェイの地に、みたいな、その、報告の写真とかに、ドドドドンって大きく南野くん乗ってたりするけど出ないんだよね。ゴリさんの後継者。トトル10位、10位なの。ベンホワイトのハラハラ感。ベンホワイトのハラハラ感。
ウィニングアムさん、ミクマクラッカーありがとう、ナイスパーン、ありがとう。みなみなくんも試合出てほしいよな。リバプール専門誌が南のスタメン予想してただけに昨日はショック。昨日はクリスタルパレスだったっけ。そう、南野くんがねゴール決めた昨日じゃない、去年の12月か。そのなんかまあ相性いい相手みたいな印象だったんで、桜子も来るかなと、試合出るかなって思ったんですけどね。ベンホワイト、トミにパス出さないんじゃなくて、そもそもサイドバックにパス出さないってデータも、あ、そうなんだ、そういうタイプ。広告取りだぞまあね、まあでもそれもサッカー選手のれっきとした仕事やなと桜子思いますけどね。オリギのが序列が高い、今のとこね。オリギーはやっぱワントップもできるからなのかな。ワントップっていうかなんか真ん中サイドじゃなくて出る出る詐欺に、あ、ボムボムボンバーさん、こんばんは。このー縦パスとか飛ばしパスが多い、あ、なるほどね。確かにね、サイドバックは絶対パスせなあかんっていうわけよね。その連携もね、チームの戦い方にもよるしね。ええよ。彼の強みはビルドアップ。安直に同サイドバックに出さないのは一つの形として成立。なるほどね。南のベンチには入ってるけど、そうなのよ。カメラには映るんですよ。クロップの後ろにいるから。南の試合出ないままサウジ戦なのか。あーね、ちょっと試合感が心配になってくるよね。そろそろいよいよ。いやー、ナイスする、いいよ。いいんじゃない、そのまま。一旦開いて。いいですね、いいチャンス作りますね。落ち着いてるな、ヘンクは。シントトロイデンもでもゴール前の守備はスムーズな感じですね。現地の専門家は日本で言えば競馬新聞くらいの信頼度。おお、ちょっと競馬新聞の信頼度が分からへんな、桜子。うん、オリギガチャだな。オリギナイスアシストしてましたもんね。まあ、前々節しか見てない。この間の、昨日の試合見てないかな。タケをアーセナルで見てみたい気になった。なるほど。ホワイトは縦パス前。ああ、やっぱそうなんや。じゃあもう絶対強み生かした方がいいもんな。わざわざサイドバックにパス戦でも。昨日はサラがゴールしてからユニフォーム脱ぐまでのスピードが。え？サラがユニフォーム脱いだりすんの？よっぽどじゃない？ナビケイタのドヤ顔、あ、それはなんかツイッターで見た。あの、なんだっけ、コーナーキックから、え、合ってる、コーナーキックから、ヘディングで弾かれたボールダイレクトボレーでシュートしたやつやったっけ。ドヤ顔、ドヤ顔っていうかなんかポなんかえ今のえみたいな顔今の何みたいな顔。うん、21時からはマジ夜かやろうと思ってますね。林の金髪似合うまま、そう言ってあげない。うん。本人が気に入ってたら何でもいいんですよ、髪型なんて。うん。昨日の腕ゴールのフリーキック美しかった。伊藤ももっと早く海外に出てほしかった。なんか、ゴール後あの顔する人いいよな。なんか、え？自分で打っときながら、え、今の何？みたいな顔して。可愛いよね。可愛かったね。で、その後チームみんながさ、よし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 って来てんのも、なんか良かったね。リバプールっぽくて。クロップ大爆笑やったしね。うん。いいよなぁ。
さあ前半の10分経過しました。0対0ですね。ポゼッション的にはヘンクの方がボール持ってるかな。うん。でまあ左サイド活発に使ってる感じですね、ヘンクはね。うん。でもね、日本人金髪コンビもシントトロイデンのすごい前線からプレス行って活発ではありますけどね。競馬新聞の信頼度は東京スポーツの信頼度よりはマシなレベル。東スポはなんかエンタメ要素に振り切ってるっていうのはちょっと聞いたことありますけど、そうなんだ。レッツが一番安定している気がする。こんばんは、わさサワディーか、ようこそ。ベルギージュピラープロリーグを見てますよ。シンと言ったらブリーチしなきゃいけない系や。いやだってダーリンは逆に黒くなってるから、ない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 。ダニさんも黒やし。まあでも松原くんとかもう明るいもんね、髪の毛ね。キンパーぐらいやんな。なんなんだろうね。ベルギーって何人まで外国籍枠ある？なんかないみたいやで。えんちゃう？おう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 。シントがカラーギャングみたいな。SL 勢は名古屋が勢い。あ、そうね。名古屋買ってくれてよかったね。もう、すべての思いは名古屋に託して。SL 勝ち上がってほしい。CL は UEFA TV ではやらない。そうだね。やっぱまあ、逆に UEFA TV でやってたのがイレギュラーって感じだったかな。その、試合、大会するかどうかもなんか、ね、決めきれなかった、年やから。IJ もシント行かへん。IJ はシント行かへんと思う。IJ ね、だから次、ステップアップするんだったらどこ行くんだろうね。もうベルギーから出れるのかな。全然さ、その言葉で困ってないからさ、 IJ は自分喋らへんけどコミュニケーション困ってないっぽいから、どこの国行ってもいいよな。IJ 生きるってでもブンデスとか良さそうやけどね。ベルギーリーグとブンデスはどんぐらい違うのかな、レベルとして。チームにもよると思うけど。あ、イモクリサ太郎さん、コーンサ太郎、本日は負けて昇進。あ、そうか、福島ユナイテッド今日は負けちゃったんですね。そうかー。まあ、でも、まだまだ優勝狙いますもんね。いやー、次に向けて、頑張りましょう。そっかー、負ける時もあるんだなー。いいチームですけどね、福島ユナイテッド。IJ 契約延長打診されてた時で、そりゃされるでしょ。そりゃ、うわ、股抜き、かっこいい。からの溝落ち、膝、鉄。大丈夫？大丈夫だった？ユーマ、謝った。そう、なんかごめんなさい、したらしいですよ。いいチームですよね、でも。そうやって。また戻る場所があると。あきらさん、こんばんは、ようこそ。ヘンクがそもそも名門やし、ブンデスでも中の上以上のクラブじゃないと買えない。ステップアップでな、そうだよね。だからまあ、ブンデスじゃもう無理。まあもう、極端な話、バイエルン行くなら、
ブンネスもねっていう感じかもしれんけど、それ以外は別のリーグの方がいいってことなんかな。ブンデスより上？昨日今日で沖縄 SV、 あ、そう、おお、 S、 沖縄 SV ってなんだろう。調子いいですね、キャプテンね。シントトロイデの黄色いユニがこの後のビジャを彷彿。確かになんか色味一緒よね、黄色と青の感じ。美味しかったね。わあ、ドキドキしちゃうなー。あ、以前は年齢的にステップアップか。ああ、年齢的にね、確かにね。年齢はあるよな。あ、IJ もういくつだ？まあでも本人がね、行きたいリーグがあったりとか、行きたいチームがあるんやったら、いいかもしれんけど、な、でも別にそんな感じもしないもんね。どうしてもプレミアでプレイしたいですみたいなのも言ってるとこ聞いたことないしね。28か。28、ちょうどね、絶妙やな。大丈夫？ちょっと、ヘンクの選手が一人、頭押さえて倒れてますね。大丈夫？ちょっとセットプレイかのと、フリーキックがあったんですけど、ま、距離があるフリーキックだったんですけど、その時の、ま、並んでる時になんか、ぶつかったのかな？アーセナルでレジェンド鎌田も来ないかってコメントされてる。レジェンド鎌田。ヘンクで大暴れして満足したら柏に勝てる。そうだね。そうだね。まあ、みんなね、本当に、最終的には J リーグ帰ってきてほしいですね。わわ、どうしたどうした、なんか、あ、ファールの、まあまあ、ん、なんか、納得いってないのが、すごい、ベンチがすごい熱くなってますね、今。なんでそう、エメリン。なんでそんなに嫌われちゃうんだろうね。あんなに結果出してんのにね。まあでもその、欲しいって言って、使わないのが、良くないと思うのね。選手を。うわー、惜しい！いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん。24番。オイエン選手。深いところから。ボール後ろから、もう死角から入って奪って、すごいね、これ。で、最後、ま、クロスやったんですよ。ね。ま、ラストパスだったんですね。なんかあったの？なんもないと思う。普段の行いがなんか、好かれないだけ。でも結果はすごい出すし、いい監督やと思います。うん。うん。林が、ディフェンダー背負って、ヒールパスでね、繋ごうとしたんですけれども、これは、あーじゃないかな？うん、そうか。スローインになりますね。おお、ヘンクボール？EL 優勝してるからな。
とはやろうとしてるサッカーがちょっと地味っていうね。ビジャレアル相手ということで、朝から肩に肩凝ってない、大丈夫。いやでも注目の一戦ですよね。どこと対戦するよりもやっぱどんな顔してんのか見たくなっちゃうな。さあ、シントトロイデン対ヘンクは前半の21分経過しております。0対0ですね。ちょっとずつボールのねポゼッションは半々ぐらいになってきてますね。エメリは英語でコミュニケーションが苦手なだけだから、うん、そう、なんかまあそのい意図が正しく伝わらへんのかな、わからんけどね。はるはるさん、こんまるようこそ。ハットトリック、ハットトリックね、見たいね、ハットトリック。まあでも多分仲良く会話すると思うよ、エメリ監督と会っても。竹久は英語といえば冨安が英語ペラペラ。いやー、ちょっと冨安の英語も聞きたいね。シントトロイデンのコーナーキックです。右サイドから、キッカーは27番ラバレ、ファーサイド鈴木優馬、ヘディング競りましたけれどもキーパーキャッチと。最近 J に戻ってくるプレイヤー多いけど、みんな歓迎されてるからいいね。そうですよね、やっぱまあこういう時期なので、あの移動とかね、か代表戦やるにしてもない方がいいのかなとか、もうなんか大切な人の近くで暮らそうかなみたいな、そんな感じもあるよね。手入ってる、症状してる。最近ジェイに会うと、自分はグナだからエメリにあまりいい印象がない。英語聞きたいな、トミーの英語。英語でも喋れそうもんね、全然。うお、残すー、残すー、いやー、惜しい、こぼれ球、詰めきれない。さあ、カウンターできるかな。いいよー、惜しいねー、足元。足元じゃなくて、もうちょっと先でもらえばね、ワンチャンあったかな。あ、ハンドっぽいね、確かに。しゃあ。富谷さんは未だにつまずいてない感じがすごいですね。影でつまずいて感情頑張ってる。つまずいてるって全然ね、印象ないし聞かへんよな。さあ、ちょっとマジョルカもそろそろ始まるんちゃいますの。マジョルカも始まるんちゃいますの。モバイルでチェックしつつ、嘘、アイジェレ大丈夫。こんまるー、ダッチさんようこそ。マジョルカ会場うるさすぎて解説ギャー盛り上がってるのはええことやな。あ、デスコさんミックマキッチありがとう、ナイスパー、ありがとう。ラゾーンでベルギー見られるの嬉しいよね、嬉しい。いや本当、でも日本、我々がこうやってさ、この試合を見てるっていうのも、ちゃんと、こう数字になってるわけやから、ね、いっぱい見れば見るほど、ずっと見せてくれるようになると思うからね。足生まれてた。そう。だから見たい試合は、見よう。数字に貢献しよう。ねえ。ヘンクのコーナーキックです。右サイド。ちょっとやばいな。始まるんちゃう？試合。
わあ、ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。ちょっと待って、ちょっとずつ準備しないと。画面を、ちくえぜ怪我してんのよな。画面を、マジョルカ仕様に変えていきます。はい。キタルさん、こんばんは、ようこそー。今はね、まだ、シントトロイデンとヘンクの試合を見てますけれども。うん。よいしょ。よいしょ。まず、ベンチを変えーの。ビジャレアルなんか面白いよになん？よいしょ。よいしょ。ちょっと手入らへんかったね、見てる間には。順位はいいかな。ビジャレアルのアウェイユニフォームが秋田のババヘラアイスみたいな。ババヘラアイス、なんかあのお花柄にしてくれるおばあちゃんがやってくれるやつ。食べたことないねんけど、桜子。こんな色なん？ちょっと分からへん、こんな色なん？竹内さーん、すごいねー。わー、ユニフォームのあのフロントスポンサーが日本の企業さんなんですよね。文房具作ってらっしゃるシャーペンとかペン系をね、作ってらっしゃる企業さんが入ってね、素晴らしいですね。挨拶回り、カウトーレスかっこいい。玉ねぎさん、こんまるようこそ。勉強頑張るくん、こんまる。中村さん、こんまる。マジョルカ、めっちゃ晴天です。スタジオもすごい綺麗。あ、いいねー。あれ、マジョルカ、あ、そこマジョルカのホームだった。この季節のマジョルカ島最高なんじゃない？もしかしたら。ちょっと待って、シントトロイデンのフリーキック。大事なところ。ファーサイド、ヘディングで折り返して、ボレーシュートはもうゴールの枠上。モレノいないのはチャンスだよね。スタメンで出てくるの嬉しい。ちょっとキックオフまでね、あとみんな、オーマイガーのポーズしてます。キックオフまでは、シントトロイデンとヘンク見ようかな。惜しかったね。今ね、ちょっと大きな画面でベルギーの方を見てて、スマホでマジョルカ再生してるんですけど、後でちょっと逆にしようかなと思います。チクエゼは遺跡、いや、チクエゼ怪我らしいですね。楽しみだね。よかったら配信のこう拡散ツイートよろしくお願いします。桜子のツイートをリツイートしていただいたり、配信シェアしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。ビジャレアルのアウェイユニベンチのメンバーだけ、あ、そうだったんだ。どんなんやろ。ババヘラアイス、タイカはゲルとかのシリコン素材なんか作ってる企業、アルファゲルが文房具にも使われて。なるほどね。ジョニーさん、こんばんは、ようこそ。ベルギアも見てないけど、伊藤マーク毎回きついと思う。めっちゃきついと思う、毎回。うん。今来ました、よろしく、よろしく。そう、チクエゼは怪我なんです。さあ、キックオフ、ちょっと待って。変えましょう。変えましょう。ちょっと、ダーたちも頑張ってな。試合頑張ってな。よいしょ。こっちにして、あ、なんか。で、スマホの方を、
スマホの方を、ベルギーに変えようかな。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。オッケー。引き分け得意やからね。音楽家ボクサーさん、こんばんは。モレノもエメリもボルダラスもタケの長所短所で同じ指摘してたから、ちゃんと見て、そうだよね。うん。楽しみ乾杯や。うん。よいしょ。まあね、試合は、ベルギーの方は試合はちょっと見れないですけど、多分ゴールとか入ったら気づけると思う。こんばるーよこそー。さあ、まもなくキックオフ。ビジュアリアルボールでキックオフですね。左から右攻めます。赤と黒のユニフォーム、ホームのビジュアリアル、右、あ、違う、ホームのマジョルカ。右から左に攻めます。黄色いユニフォームがアウェイのビジュアリアルですね。竹房はスタメン出場、右サイドですね。フルス対決となります。楽しみー。今誰に向けてのツイート分かる人いたら教えてくれ。確かに桜子も気になる。さっきベルギーでもやってたね。セビージャオイダンスタメンやね今日。いや、ビジャレアルの面々見るのもすごい嬉しいな、楽しいな。お、いいよ。トリゲロス、モイゴメス、うわー嬉しい嬉しい。ニャンちゃんもいるやん。さあ、マジョルカスローイン。あ、イガイン、そっか、ベンチか。ちょうど監督の真後ろにいますね。いいぞ、マジョルカいい感じだ。ビジャレアルの方がね、相当実力で言ったら上ですからね。ジミー・グリーブス？ジミー・グリーブスがさん、あ、桜子分からへんな。うわぁ。ニーニョじゃん。コクラン。パウトーレス。やっぱね、ボールも持ってるのはビジャレアルかな。うわ、うまい、いいね。いやー、あかん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 。弾いて弾いて、セカンドボール取って、あかんかん。いやーいやー、ちょっと待って待って、まだダメだ。いや、よくラッキーだと、よくゴール前防ぎ切りました。ビジャレアル絶好のチャンスでしたね。まだ
チャンス続く。毛が気をつけて。あー抜け出して、レイナさん大好き。キトさん、ゴンマルようこそ。今始まったばっかりですね。前半の4分です。いやービジャレアルがペナルティーエリア内でシュー打ててはないのかな。防ぎきりましたね。危なかったね。ねえ、いやーこれがね、今の時間帯だったらね、そう集中力もう、おーなえ、今の誰のだ誰のバックパスやったんかな、スルーパスやったんかな、なんか取れてたらラッキーやったけど。さあビジャレアル、いいスピードで上がってきますが、一旦後ろに戻してサイドをチェンジして、パウトーレス、タケサマッチアップ、左サイドニャンちゃん、パウトーレスガツガツやね。モレの怪我、いやモレのはね怪我じゃないかも。怪我してのチクエゼだけやから、モレのは普通にさ、あのベンチですね。60年代にマジョルカの選手だった人への目、あ、そうなんだ。じゃあさっきのベルギーのと関係ないわけね。ジミー・グリーブスはチェルシーとスパーズのレジェンドだそうで、今日亡くなったサッカー関連の方、あ、そうなんですね。え、チェルシーとスパーズって今日試合するよな。今日はパレホは控え、コクラン含めガンインにとってはバレンシアつながり。あ、そうなんだ、バレンシアつながり。パウトーレスはオリンピックでもあってるし、ヘタシさんマドリーで同じな。そうだね、そう。な、馴染みは深いよね。にゃんちゃん。おーよ、奪った、お腹痛い、あーはは、大丈夫かな、大丈夫、うわー急所、大事なとこ。パ、モレのはさっきハムストリング痛、え、そうなの、ババどうしたんだっけ、ババのババに当たった、ババのババに当たったの、ババのババってなんや、大丈夫、大事なとこ。そう、桜子さ、ほんとわからへんけど、すごい痛いんでしょ、痛いやつや。右上がシントトロイデンと変化やな。ちょっと消しとこうか。すぐ変えられるようにはしてあんねんけど。うん。なくてもいいよな、別にこれ。いいよ。ありがとうね、教えてくれて。どんどこどんさん、こんちゃー、こんまるよこそー。パラ、ば、プレイ切らなかったの、えらい、えらいね、確かに。マヌトリゲロス。フォイスなんか、これ画面上やったら右サイドバックやってることになってるけど、サイドバックやってたっけ？あ、でもサイドいるね、確かに。ま、アルビオルとパウトーレスセンターバック不動やもの。フォイス、そうか。サイドバックでポジション確立したんや。いいね。いいね。ビジャレアルもやっぱ馴染みの選手、馴染みの選手多いから、活躍し、うわー、ババ強いやん。
たの。嘘。あ、いや、え、触ってない。わからない。触ってないか。こっちから見るとそんなに引っ掛けてるように見えんけど。竹下さん、こんばんは。こんばるです。あ、タツ兄さん。いいね、ありがとうございます。ナイスパー。ありがとう。アシカン。ババの成長が、ババね、もともとね、体張るタイプでしたけど、そこに、なんか、ただただ動くだけじゃなくて、意味を持った行動に変わって、よりいい選手に。ゆやけんさん、こんばんは、こんまるようこそ。竹下トップ下で、確かにね、マジョルカ。竹下トップ下もいつか使ってくれたらいいよね。さあ、前半の10分経過しました。0対0。戻りオフサイド。桜ちょっと戻りオフサイドまだよく分かってないな。うん。ボールね、ちょっと持ちたい。まあでもカウンター狙いでいいのかな、マジョルカは。うわ、いいパス。長いです。あー、ふかした。マヌトリゲロス左足シュートでした。ちょっと滑りましたかね、芝生。ダンジュマからのアウトサイドパス。今なんかベルギーの方はちょっとキーパーが倒れてますかね。久保の守備うまいから普通に右でも安定する。前回の試合見た感じ、久保くんはトップ下よりサイドの方が全然いいです。まあいつもね、本人はトップ下したいって言ってるって聞くんねんけど、コメントからは。サイド伸び伸びやってていいんじゃないって思っちゃうけどね、桜子もね。でも、トップ下したいんでしょって言ってるんでしょ。どこで言ってたのかちょっと桜子は知らへんねんけど、かつて言ってたんでしょ。あ、バッカ、あ、バッカいないの。バッカめっちゃいい選手やったんだ。南米系は竹下と相性が良くて、バッカともね、バカにアシストよくしてましたよね、竹下。よくしてたほど言っていいんか分からんけど。トップ下からサイドに流れるのが得意。なるほどね。さあ、13分、ちょっとそろそろ試合動きそうですね。竹下奪える？あー、いまだに検索候補でエメリって打つと鎌田って出ます。まあね、バカグラナダに行ったんだ。マジョルカっていつも442。442じゃないかも。3-2。4-1。
なるほど、逆さ空いてる。最近のマジョルカは4231ね。442じゃないね。うぃーおいたん、おいたん外出す。守備の時442っぽくなる。暑そうやな、でもちょっと日差しきつそうですね。まあ、時間帯的にそうなんか、まあ、昼やもんね。いつも442守備時は。さあ、にゃんちゃんのスローインですね。おー、いいとこ投げるけど、つながらない。ビジャレアルのベンチ。漏れの出ないのかな。うわ、竹内さん抜き。ボール持てないねー。なんだ、なんか何でもないところで笛吹かれたけど、これなんでしょう。嘘、何入れた。うわー、ユーマ、ユーマ、あ、ユーマ入れた。初ゴール、おめでとう。ちょユーマ入れた。おお！あはははは！わあ、ナイスヘッド！え、ダーリンのクロスか？あ、林からのパスにダーリン、ワン、ダイレクトクロスからの、ユーマヘディング、シュート、うわあ！ 3 人の連携、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん、ビースト、ダーリン、ユーマ、めっちゃいいやん、最高やな。前半終了間際、あー、え、アディショナルタイム、うーわー、すげー、サポーター煽って怒られとる。ははははさ、さ、敵サポーター煽って怒られてごめん言ってたけど。ちょっと待って、ユーマ、謝れば何でもいいって思ってる。おー、わー、ちょ、二人あるけど三人かけて。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。めっちゃ脱いどるやん。ダーリンって誰のことですか？橋岡選手ですね。ジャパニーズトライアングルだとね、定点ゴールだ。いやー、ナイスですね。いいぞ、マジョルカも、あやかろう、あやかろう。いやでもね、やっぱチャンス作ってるの圧倒的にビジャレアルなんだよな。竹内さんもね、あんまりボール持てないからね。守備に忙しい。厳しいよな。ビジャレアルのこの左サイドも任されてるの大変やな、竹内さん。頑張れ！頑張れ。アマト、置いた、置いた、置いた。大丈夫か、ちょっと待って待って待って。コス
かひっくり返ってたけど大丈夫かな。うん、うん、さあマジョルカボール、キーパーから左コスタ縦スルー、アマト、アマト頑張る。今日あれあの子出てないな、うんうん、ムブラ君、ムブラ君今日お休みなんだな。うん、タケ警戒されてて、マジョルされて、マジョルか左サイド攻撃が前半の作品かもしれないね。うわー、マヌトリエロスの抜け出し、うん、桜子さんこんばんは、こんまるー、2年ぶりにダゾーンを担ぎました、おめでとう、一緒に見よう。攻撃時、攻撃時4231、守備時442、今日のマジョルカどうしても守備寄りになるということです。なるほど、攻められがちだけど我慢しの、うね、そう、ちょっとね、うん、うまくね、あのペナルティエリアまでボール持ち込まれるシーンも多いんですけど、でもね、全部ね、防ぎきってるから。少ないチャンスものにできたら全然、試合勝つのもある。ありですよね。前半21分経過してます。いやー楽しいなー。楽しいなぁ。ビジャレアル勝ちたい。勝ちたいでしょう。勝ちたいでしょ。まあ、マジョルカ相手だったら、どのチームも勝ちたいと思うよ。うん。むしろ勝たなあかんって思って試合始めてると思うけどね。なんとなくでもちょっと、うわぁ、大丈夫、ファール、いい位置でフリーキック。大丈夫か、めっちゃ飛んだけど、マフェを。わわわわ、大丈夫。そう。正直、ビジャレアル多分、これ、ガツガツ、スタメンだけで言うとガツガツに、ベストメンバーじゃないと思う。マジョルカ、対マジョルカ用でもあるし、しっかり格下仕様にしてきてると思うねんな、スタメンの感じ。だから、ちょっとね、前半戦、勝ち越したいよな。大丈夫、マフェオ。お、竹尾さん、フリーキック切る？蹴る？蹴る？え、かもしれなくない？置いたんと、竹尾さん。さあ、マジョルカのフリーキックです。右サイド、ライン、キワキワ。え、竹尾さん、蹴るかも、フリーキック。今はね、順位マジョルカ、そう、調子が良すぎて、開幕から調子良すぎて、うわ、天気良い。マジョルカの上空の天気が良い。置いたんける？え、ちょっと竹内さん、竹内さん左足、竹内さん左足、置いたん、置いたん、竹内さん左、あ、蹴らんのかーい。置いたんの右、おー、足元からシュート、うまい、惜しい、ドフリーでしたけど、あー来てたね、でも詰められてたからね。いやー、ニーニョ、ニーニョ惜しかったね、惜しかったね。さあ逆サイドからのコーナーキックです。こっちもおいたんが蹴んのかな、うちうちっつって、うちうちっつってショートコーナー、はいはい、おいたん、うん、キープして、なーん、どうなった、もう一回こんな気、こんなサイドから楽しい、ちょっと待って、めっちゃ楽しい、ウェーイ、ウェーイ、ウェーイ、あらー、竹さん、竹、あ、置いたんもういいの、置いたんもういいの、一回ずつ代わり番号、こんな気、竹さん、
渋い顔の意外員、アブドンもいます。竹内さん、コーナーキック、パウトーレス、よいしょ、おーニアサイド、あ主審に当たった。あーどうした、どうする、これドロップボール、なんか怒ってる、怒ってはない、主審の方にめっちゃ当たったな。ドロップボール、その位置からキーパーにか、ペナルティーエリア内で当たった場合はもうキーパーのドロップボールなんかも、外やったらその位置から、あ、そうですか。あ、なんかちょっとふわっとしちゃったな。もったいなかったし、ちょっと、あ、プレイ続い、あー、惜しいな。プレイ続いてほしかったね、これは。あー、もったいないね。あー、もうその、ね、みんなポジション戻っちゃうからね。いや、ちょっとなんか、なかなか見ないシーンでしたね。ないことはないけど。めちゃめちゃ、うん、完全にボール止めてもうたかな。あ、いいよ、いい位置、アマト、アマト、逆サイ、竹内さん振り、あ、おいたん、一旦かませて、竹内さん、竹内さん、わー、ナイストラップ、まあ、にゃんちゃん、にゃんちゃんとのマッチアップ、まだいけんじゃない？アマトね。アマトから竹さん欲しかったね。一旦一旦かましたけど。アマトはね、今年会ったばっかりやから、前からいたわけじゃないから、竹さんとはね。うん。うわいいんじゃない、キーパー、前出てるよ、ゴール空いてる、まあそうはいかんか、そうは問屋が許しませんか。うん、え、竹久保 32.1 ってなんだろう、トップスピード、おお、トップスピードとかも出るんや、竹内さんは速いということなのかな。いやーねー、いいねー、激しい試合になってきてますね、この時間帯。25分以降ね、で30分過ぎぐらいまでは、こう一番ね、もどかしい時期、なんか、焦りはないんだろうけど、そろそろなんか動かしたいみたいなね、空気になるからね。過ぎるとちょっと一旦疲れたなっつってお休みするけど、そこまでのね、20分以降30分過ぎぐらいまでのこの時間帯がね、一番なんかサッカーしてますよね。うおー、いいじゃん、コスタ奪って左サイド、これはおー残した、あたち割って、どっちスローイン、トップスピードね、竹内さん早かったね。だけど封じ込めはこれからもあるだろうから、そういった意味では正念場、ここでデュエルをものにしたい、そう、デュエル得意日本人ですから、上手なスライディング、いいよ、マジョルカもボール持ててるよ、焦らずね、焦らずね、この時間帯に熱くなる、この時間帯に冷静であればあるほどチャンスが近づきますからね。いいよ、あー、そこから前向いて、マヌトリゲロス、おお、自分で行ったんかな、ディフェンダー当たって、セカンドボールをまだビジャレアル、ナイスババ、いいよ、
左サイド展開して折り返しから、うわー、ルイナさんナイスキー、ナイスキー、よく守ってくれました。桜子さん、試合と画面どのぐらいずれてますか？あー、40秒ぐらいずれてるかも。マヌドリゲロス、うん、こんまるようこそ、ポルンガさんようこそ。桜子は40、その画面の第一ハーフの隣が今30分15秒でも、桜子が見てるダゾーンは29分40秒ぐらいです。10、30、あー、よい、いい、40、45秒ぐらいずれてますね。からの YouTube でまた30秒ぐらいずれてるから、多分皆さんとは1分近くずれてると思います。ごめんなさい、1分過去を生きる女で。試合動いた時はちょっと桜子ネタバレに なっちゃうかも。コメント欄の方が早いかもしれないんで、ちょっと一泊置いてからコメントしていただけると、もうそのこう、もしね、ゴール入った時そのままの興奮の勢いでコメントしたい気持ちはすごくわかるし、ありがたいんだけれども、一泊置いていただけると、桜子はちょっと試合を見て興奮したい、コメント見て、え、ゴールした、今ゴールした、うわ、ほんまやってなるのはちょっと辛いから頼みます。うん、まあ、親切な人はね、桜子時間に合わせてダゾーンの方調整してくださったりすることもありますね。ちょっとずらせばね、桜子時間になりますから。ダゾーンは飼育場で調整できるからね。うん。ダニはわけわからんロングなくた。わけわからんロング。うん。選手飲んでる水をいつも美味しそう。なんかカラフルなやつやっけ。エメリーだけど、マークはサイドバック21番、にゃんちゃんね。ダニはミドル精度ない。そうなの。桜子の実況を聞いてて何か違和感あると思ってたら、今日はワウワウの方がダゾーンより30秒くらい遅れ。あ、そうなんだ。ワウワウ遅れてると珍しいね。今日の桜子さん元気だ。いつも元気ですよ。いつも元気だよ。うん。まあ、配信久しぶりっていうのもあるのでね。元気ないときは元気ないです。本当に。ホルモンバランスによってめちゃめちゃ波あるんで、桜子。だとしたら今すごいね、谷なんですけど、そう。メンタル落ちてる時期ではあるんですけどね。女の子は大変だよね。まあ、でもそれに打ち勝ちたいという気持ちで、うん。やっておりますので、元気に見えてたら嬉しい。元気に聞こえてるってことだよね。すごい嬉しい。元気にできてる。うん。だから一瞬、飲水タイムみたいなのあったね。飲水タイムやったんかな、今の。31分だから飲水タイムなんでしょうね。じゃあやっぱりあった。暑いんだなぁ、マジョルカ島。さあ、ベルギーの方もね、後半戦が間もなくキックオフですけども。マジョルカ対ビジャリアルも、もう30分過ぎ。盛り上がる時間帯であります。いいスピードでフォイス上がってくる。コーナー？あ、ゴールキックやったじゃん。あんま詳しく知らんけど、マジョルカのサポーターって島の民の熱気ありそう。あるんじゃない？島の民やもんな。まあ、でも、バカンス？観光地やからな。島の民ともまたちょっと違うのかもしれんね。
さまもなく35分。ちょ、前半失点なく防ぎ切りたいね。飲酒タイムをどうぞ。ありがとう、飲酒してますね。もう今日1本しか買ってきてないねんな。そして今なくなってしまいました。うわぁ、狩猟が減ってもうたわ。こんまるようこそ。リゾート地のチーム K って難しい。そうなんだよね、桜子も思うねん。日本 J リーグでそんなケースあるかなと思って。あるっけ、リゾート地のクラブチームってあるっけ。そう、バカンスとね、サッカーとね。ちょっと待って、リゾート地のクラブチームちょっと思いつけるかな。沖縄、京都でもさ、まあ、沖縄は確かにリゾート地になるか。でも大きくない、規模が。京都もそうか。なんかもっと局所的な気がするんだよね。マジョルカのリゾート地って多分その温泉街の一つとかさ、熱海 FC とかさ。あ、草津、あ、でも草津あるじゃん。そう、草津だよね、草津あるやん。マジョルカはドイツ人めっちゃ多い。あ、そうなんだ。筑造さん今来ました。久保どうですか。ちょっとね、守備に追いやられてて、あんまり攻撃でボール持てないかもしれないですね、今日は。うん、琉球がそういう感じになるのかな。石垣島にチームがある。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。いや、でもほんまマジョルカってそういうことやと思う。まあ石垣島ポジション的にはでも小笠原とかなんかな。え、もっと近いかな。マフェよ、どうした、大丈夫、交代するかも。大島にサッカークラブがある。そう、分ね、島やからね。ザスパは、前橋。まあまあ、でも、そうじゃない?その、リゾート地看板にしてるってことはそういうことじゃない?筋肉かな?あ、でもまあ、単価には乗らないっぽい。大丈夫?無理しない。無理しないで、でも。うん。今日は、あれやけど、いや、うん。なおって帰ってきてくれたらそれで。石垣島にこんなスタジアムあったら雰囲気大熱。あ、いや、でも石垣島めちゃめちゃ、なんだろう、桜子石垣島行って、お泊まりしたところの、その、オーナーさんがめっちゃサッカー好きで、もうほんと夜中ずっとサッカーの話してた。やけど、そこをフットサル、石垣島のフットサルチーム、めっちゃ活発で力入れて活動してて、プロの選手とかも読んだりしてて、名古屋の金髪の人、そうそうそう、なりして、スポーツっていうかサッカーに精通してはいる気がするけどね。マジョルカ子供のサポよく映る。子供のサポはどこも映るんじゃないかな。今日が日曜日。まあ、スペインは土曜日扱いになるのかな。まあ、お休みだから子供ちゃんもね、見に来れてるよ、みたいな感じかもしれん。平日のね、ナイトゲームとかは、さすがに子供ちゃんいないからね。あんまり。
日曜の午後か。一日も変わらんか。8時間前だもんね。日曜日のお昼間だから、子供ももに来れますよ、と感じですね。まもなく40分ですね。0対0のまま。マジョルカは一人負傷交代で選手交代してます。そしてベルギーの方も後半がキックオフしております。1対0。マジョルカ島は沖縄の3倍ぐらいで、あ、そんな大きいの？そんな大きいと思ってなかった。さあ、40分。盛り上がってんね、会場。いいんじゃないですかね。マフェオの代わりに入ってきた。2番。サストリ、あ、そう、サストリ来てくれたんか。いいね。え？イエローカード？イエローですか？ありゃあ。イエローカード。じゃあ、どういうプレイだったんだ？おー、ロングボール。あー、引っ張ったね。なるほどね。なるほどね。まあね、これ抜け出してたら、だいぶチャンスになりますからね。さあ、フリーキック。ビジャレアル。サストレのかわし方。おー、ショートコーナー。おー、早い切り返し。あ、待って、もうやり直し？やり直しかな？笛吹く前に蹴った？主審が渋い顔してます。蹴るのが、ダンジュマ。やらわ、レイナさんいてくれたら、だいぶ、めっちゃ、安心はしてるけど、29メートル。ゴールから29メートルのフリーキック、ダンジュマ。これはゴールの左、そのまま。これゴールキックに変わる。めちゃめちゃ言って、どうしたどうした？わ、熱くなった。ダメだよ！カードもらうのもったいないから。どうしたの？ゴール、マジョルカのゴール裏がもう、ヒートアップ。まあ、触ってないけどね。あ、クボガンインの営業効果を狙ってこの時間帯、ロシア、コンキホレ、嬉しいね。まあ、結構ね、竹下効果でね、お昼間の試合やってくれてましたもんね。どこのチームも。竹谷さんいるときはね。ガンインもいてくれるってことは、もう余計そうだよね。嬉しいな。見やすくなっちゃうな。ねえ、嬉しいね。いやー、前半どうだ？前半、あと残りわずかですね。おー、セビジャオイタのファール。うわぁ。あはは。ああ。ああ。オイタンでもなんか、よりなんか絞られたというか、ちょっと痩せ張りましたよね。監督ぼやいてた？ああ、ちょっと、まあ、
確かにね、チームとしてはどの時間帯がベストなんだろう。桜子サッカーの経験がないから、試合するのにどの時間帯が一番コンディションいいのかっていうのがちょっとわからない。でもさ、練習って基本的に毎日午前中とかしてて、試合は夜ってなるの、夜の方がなんかコンディション的には昼間の方がいいんじゃないか。まあまあ気温とか環境は分からへんけど、時間帯的には遅くない方がいいんじゃないかってちょっと思うけど、どうなんだろうね。監督は不評、食事する時間は合わせないといけないし、やっぱ暑いんか。まあまあこれからの季節はちょっとマシになるかもしれないけど、まだ暑いか。朝起きた時のワクワクは確かにね、深夜早朝のね、そう、わ、俺たちしか見てないぞみたいな感覚、すごい楽しいよね。そう、起きたものにしか得られない楽しさ。オイタンのフリーキック、センターへのボールはヘディングでファーサイドに流れてきました。これはコーナー、スローインになりますね。マジョルカボールで、45分経過しました。アディショナルタイム5分ですね。まあ、負傷交代もありましたので、5分ということで。ね、こう、起きたものにしか、リアルタイムで楽しめない特権みたいなの。頑張って起きたから、この試合見れるっていうね。ああいう、そういう特別感も、桜川は感じてて楽しかったですね、確かに。いいよ、竹雄さん。うん、マジョルカボール、高い位置でキープしたんですけど、一旦後ろに戻して、サイドチェンジしますか。うん、サイド、左サイド。縦へのスルーパス。あー、これカットされて。ビジャレアルキーパーまで戻して、左サイドにチェンジ。にゃんちゃん。パウトーレス、キーパールージー、ローグボール前線へ。うん、空中戦で跳ね返し、オイタも競りますが、これはスローイン。ビジャレアル。マジョルカ通って300日ぐらい晴れてる。え、そうなんだ。そりゃ観光地になるわな。え、めっちゃ気候良くない？え、桜子もマジョルカと移住したいな、そんなんやったな。住みたい人多そう。日本で言うとでもまあ石垣島っていう感じなんかね。石垣島住みたいもんね、確かに何も。わー、竹内さんいいよ、右サイド中一人折り返しシュート、わー惜しい、マジか、わーわーナイスクロスだったけど、ビジャレアルの攻撃からボールカットして、そっからカウンター、アマトのドリブルからの竹内さんで、なんか最後ニーニョか、あー、ちょっとね、わずかにゴールの枠上、惜しかったね。アシストミスや、アシストミスアシストミスだよ、決めて惜しかったなー。あ、ダニロドリゲスか、うわーダニーよー、狙いすぎたんかなー。あ、いいよ、アマト、いいよいいよ、いっちゃういっちゃう、竹谷さん追いついて追いついて、あ、そっちじゃないんじゃない、いいよ、うわー、ファールない、あー、マジか、あー、惜しい、よー、あー、うわー、アディショナルタイムチャンス作るやん。竹内さんのクロスは良かったよね。良かった。シュートも良かったんだよね。惜しかったねー。惜しかったねー。ねー、この時間帯、いい攻撃。
チャンス作るよね、いっぱい。めっちゃいい試合、めっちゃいい試合だ。わー、惜しかったんだ。さっきのも惜しかったんだよね。竹内さんね、そう、いつものね、斜めに内側に走る走りだったんで。でもね、ワンチャン、外開いてもよかったかなって今の思うけど、わーわー、でもで、我々この位置のカメラで見てるからそう思うだけでね。中で見てたらまた違うもんな。あ、惜しいんだよなー。惜しかったよなー。あー、めっちゃ惜しい。惜しい。あー、ネットちょっと擦れてるもん。いやー、もう今日一、前半で一番、両チーム合わせて一番惜しいシュートでしたけど、まあ、竹田さん、冷静でしたね。何回でもそのクロス上げるぜって感じだったな。よく我慢してるし、数少ないチャンスをカウンターで可能性見せたよね。ああ、いい流れだった。いや、でも、まあ、決めてたのかもしれないね。アディショナルタイムになってから、ちょっと運動量増やそうとか。ただ、それがよく生きた最後になったよね。いや、いいよ、おお、これか。これか、このビジャレアルの、ビジャレアルのベンチメンバーのユニフォーム。なんか確かに独特やな。なんか水色と黄色のまばらな柄。ビジャレアル相手に確かに観客いると盛り上がるよね。楽しいよね。後半楽しみ。さあ、どうでしたか前半戦。よかったらね、コメントで感想いただけたらなと思います。さあ、ちょっと、シントトロイデンとヘンクの方も見ようかなと思いますね。このままスマホで見ようかな。マジョルカ島ほとんどの日が晴れで、リゾート地プラスサッカー観戦できる。最高やなぁ。みんなでマジョルカ島に住もうよ。みんなでマジョルカ島に移住しよう。竹が持つと攻撃の形が見える。確かにね。ロナウドの試合。そう、ユナイテッドとミランだよね、今日。あ、この時間帯だっけ？もうちょっと遅いかと思ってた。そう、それも見たいなって思ってたんだよね。あれ？ズラタン出てる？コンマルーよこそー。戦力差はよくわかりませんが、マジョルカよく頑張ってる印象ですね。最後惜しかったよね。最後良かった。本当に。竹内さんのアシスト未遂。マジョルカ戦、ヘンク戦、サクランコチャンネル、3チャンネル同時に見ると耳が消毒大臣。ユナイテッドはマーズ。あ、そうなんだ。ユナイテッドがちょっと、ごめん、ユベントスやと思った。そう。クリロナもユナイテッドだもんね。ユベントスとミランはもっと後の、明日の朝です。桜子が管理人バージョンのメゾン一国。おとなしさん。桜子は管理人やりません。やりません。
ーセッションじゃないか、なんだこれ。まあでも1-0、うの0では終わらない気するけどね、この試合も。ベルギーの方ね。あ、いいんじゃない。あー、あ、ファンポチありがとう。見事770になりました。ラッキーセブンまであと7人や。ありがとう。770。お、フリーキック？ヘンクのフリーキックいい位置ですね。これは直接も狙えそう。追いつく？どうだ？トレゾール。キッカーはトレゾール。ちょっと遠いかな。おー、ファーサイド。リングは枠外。うん、あ、ダーリン、ダーリンのヘディングだったのかな。タケに、ピエロさん、タケにワンタッチかツータッチでボレー欲しい、ボール欲しい、トラップ、ドリブル、顔上げる、タケにパスじゃ遅い。なるほどね。ユベントス行った時にユニフォームだけでな、あ、そうそう、記事になってましたね。そうなのよ、ダーリンアシスト、ユーマのゴールでね、シントトロイデンが先制してるという。嬉しいですね。その1個前もビーストやからね。ダーリンにパス出したのは林やから。日本人トライアングル、お、いいんじゃない。うわあ、いいよ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 。守備多いから意外に出ないかもな。あ、なるほどね。前もねちょこっと出たけど、5分もないか、1分2分ぐらいだったかな、一緒にプレイしてたの。コマル、マジョルがいい感じなのでしょうか、それともレイナが頑張って無失点で抑えてる感じ、両方かな。橋岡はなんでダーリンでしたっけ。うん、マジョルカにチャンスはそんなにないと思うから確実に決めてほしいね。うん、でも少ないチャンスね、惜しいところまで行ってはいますよね。ホームのビルバオには圧倒されるけど、アウェイのビジャレアルなら好勝負できる。今のマジョルカはリーガの中継、そう、マジョルカ本当に強くなってる。でもビジャレアルも別にそのなんだろうな、そんなにバカすか点取るタイプのチームじゃないから、思った試合運びになってないわけではない気がする。ポグバ映ってた？さあ、シントトロイデン対変更は70分になりました。残り20分、1-0、シントトロイデンの1点リードです。引き分け多い、そうそうそう、それこそね、後半モレノとか入ってきたらピャって取っちゃうかもしれんからね、点。困るよ、こそ。惜しいね。いいクロスだったね。いいよ。おお。モレの怪我してる。あれ？そうなんだっけ？ベンチにはいるよね。ブライト
ン、ククレジャ先発。おお、ククレジャ頑張って。ナーリン頑張れ、ナーリン、ちょっと疲れてそうだな。点ね、取れるだけ取ってほしいですけどね。お、いやきさん初見です。試合どんな感じですか、よければお聞きしたいです。初見さんようこそ、はじめまして、大丸さくら子です。ようこそ。サッカーを中心にスポーツの同時視聴配信をやってます。みんなで見て盛り上がろうというチャンネルです。よかったらゆっくりしていってください。今ね、マジョルカ対ビジャレアルの試合はハーフタイム中ですね。前半戦は0対0の結果になっておりまして、すいません、ベルギーリーグのシントトロイデン対ヘンクの試合ハーフタイム中見てまして、後半の72分なんですけどヘンク追いついたというシーンです。ビジャレアル、マジョルカ対ビジャレアルは、ビジャレアルの方がボールのポジションが高くて、マジョルカは、カウンターを中心に少ないチャンスをで、得点しなければいけない状況だったんですけど、まあ、いいシュートシーンも多々あり、竹内さんもアシストつくかなっていうぐらいいいシーンもありましたね。でもビジャレアルはおそらくスタメンはベストメンバーというか、ではないと思うので、後半戦で選手交代して、より攻撃的な前線になったとき、今のまま守りきれるかどうかっていう感じですね、マジョルカは。後半に期待ですね。後半ガンイン出てほしい。久保くんと相性いいかみたい。うん。アイジー、いいよ。うん。ダーリンと林のホットラインはだいぶ活発ですね。私に代わって原太一、ミストお疲れー。原太一とユーマのツートップ、いいやん。タイプが違うからねー、ビーストと太一は。来たねー。シュミット・ダニエルはどうなの、めっちゃいいですよ。ビジャレアルは4、5人メンバーを落としてる。そうだよね。そう。さあ、マジョルカとビジャレアルも後半間もなくですね。選手が誰も来てない。選手が待機場所に誰も来てない。主審しか来てない。もう一番乗り主審。他誰も来てない。他の審判も来てない。
自給の人名前原大工、あ、そうなんだ。林と原のコンビで見たかった。確かに林と原のコンビはないのかな。今んとこフォワードの順位的にはユーマ、林、タイチみたいな感じだから、ユーマ残しなんでしょうけどね。でも、まあ、今日1点入れてるから、林タイチでも見たかったけど、まあ同点に追いつかれてしまったからみたいなとこかな。さあみんな戻ってきたよ。ごめん、ちょっとトイレ行ってくるわ。唐突に。よっ、ただいまー。竹さん気合入ってる。久保がダニ・ロドリゲスにパンチしてた。うわ、見たかったな。そういうの、そういうのめっちゃ好きなんよな。でもここしかないと思ってトイレ行っちゃった。うん。ちょっと戻そうかな。後半キックオフですが、桜子は時を戻します。危ない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 、おお、すみません、ちょっと竹内さんの可愛いシーンが見たいので。くるくる。くるくる。こんにちは、ようこそ、こんまる。この後かな、竹房映ってるけど。まぁ、ちょっとあの選手が待機のところにいるのを見てます。竹房いないけど。竹房の可愛いところ見たくて。すみません。え、いつパンチした？この前？もっと前かな？あれ？パンチしてないな。ピッチの上で？それともあの待機場所のところ？エンジン組むところ。アブドンがめっちゃパンチしてるよ。待機してるところ？あ、もう散ってしまったみんな。どこやろう？待機？あ、待機場、じゃあもっと前や。待機場所で？もうちょっと前や。もうちょっと前やな。これ竹内さんはじゃあこう画面から履ける前なんでしょうね。
ゃんこれ。もうちょっと前から見よう。竹内さん登場から見よう。ダニ・ロドリゲス画面の手前にいる。竹内さん来る。会話しだす。胸パンチする。握手、強めの握手する。おー、かわいい。なんか会話してたね。じゃあ試合に戻ります。いいシーンだな。うん、いいよ。おー、惜しい。いいねー。そう、ああいうあんな間柄なんやね、ダニ・ロドリゲスと竹内さんって。え？え？あんな間柄なんやね。ちょっとなんか素敵やったね。いいシーンやな。オヌアチュー、さすがやん。マジで？おお。ああ、なにこれ、フェイク、かっこいい。おお。いいですね。大活躍ですね。大活躍ですね、日本人。キャプテン！さあ、1対2になりましたね。ベルギー側は。日本人祭りだね。オヌアチュのテクニック。あんなんできる？お、伊藤たち入る。来たよ、柏。あ、おお、びっくりした。サイドネット。さあ、マジョルカ対ビジャレアル。50分となりました、0対0。まあでもね、選手交代は両チームともにありません。竹内さんも活躍するんじゃないかな。まあ、確かに、ダニさんがね、2失点してることになるから。そこはあれやけども。イトゥーダービーですね。柏出身イトゥーダービー。久保の胸パンチ見てて、桜子さん叫んだから、やべ、久保のゴールかと思ったらベルギーの方だ。久保のパンチ見に行ってた。そう。あれでも、わざわざさ、シークバー戻して見る価値あるシーンやんな。めっちゃ良かったね、あれ。いいよ、竹内さん。ニーニョ、セビジョオイタンから竹内さん。竹内さん残した！アマト、オフサイドか。え、ま、残ってる笛は、あ、ベルギーの方か。なに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 、なになに。ファールか。ちょっと笛の音がどっちかわからへん。笛なったらどっちのプレイかわからん。あ、竹、あ、やっぱこっちかな。竹内さんが、ちょっと待って。ニーニョが竹内さん心配して起き上がらず、あー、ニーニョとね、ぶつかったんだね。足踏んだな、ちょっとな。足ちょっと心配して起き上がらせてんの、ちょっとテーテーやったな。すいません、気分がいいのでコーヒーの泡盛飲み出しました。
お酒ないって言ったけど、築造酒を飲み出しました。うん。え、なんだろう。VAR となんかお話、イエローなんか持ってるけど、イエロー出る？イエロー出る？ VAR。え、ちょっと待って、何？竹谷さん？ああ、VAR！ これくらいのお弁当箱の中身を見た結果、イエローカードです。アマトに。お弁当箱の中身は見てないけど、お弁当箱方面が言うには、お弁当箱方面が言うにはイエローカード。退場かどうか？マジで？レッドかどうか？そんなプレイだった？え、なになに？またイエロー？そんな頻繁に？どこの話？どこの話？あやたかさん、こんまるようこそ！たけくぼ。ちょっとなんか、現在ね、後半の53分台なんですけれども、なんか、急にイエローカードが多出しだしました。23番、エンディア。アマトにイエローカード。で、ここは、誰だ？なんだ？なんかちょっとバタついてますね。リアにイエローカード。情報渋滞中なんかね。混乱してはどういうことでしょうか。うん。黄色配布、そうだ、なんかちょっと、黄色を順番にお配りしてますね。レッツゴー竹久保、レッツゴー竹久保。ラリーガっぽくなってきたねー。分刻みでイエロー出るねー。大丈夫かな？サストレーと、にゃんちゃんの接触。サストレーがちょっと後頭部を押さえてますが、カードは出てないかな、これは。おうおうおお、ビジャレアルにだいぶ選手交代っぽいですね。準備してますが、4人ぐらい準備してるけど？うわぁ。ちょっとね、あのね、さっきも言ってましたけど、ビジャレアルがね、4、5人ベストメンバーから落としてきてるっていう話だったんですけど、後半のこの55分の時間で、おそらくベスメンに変えてくるんでしょうね。00、00のままやから。ラリーが見てるじゃないですか。 Yes, 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 yes. I watch ラリーがマジョルカ vs ビジャレアル4枚替えだ。ちょっと懐かしの面々が入ってきてるよ。4枚替えだ。エメリン、そんなんするっけ？後半55分に4枚替えなんかするっけ？久保のゴール見たいね。一人スローインだった。3人か、じゃあ。パレオ。シュート、あー危ない。ちょっともうちょっとで表示出ると思うんで少々お待ちください。パコアルカセル入ってきた。やっば、パコアルカセル入ってきた。マジか。コクランがパレオに変わった。思ったよりうまくいってない。そうだと思う。思ったより
りマジョルカがうまいことやってるんですよね。マジョルカのビジャレアルキラー発動してる。うわー、キラー発動してるほどじゃないか、まだわからへんかな。うおー、いいじゃん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 、いいとこいや、今のスルー、今のパスはめっちゃ良かったよ。ビジャレアルね。あ、ちょっと待って、変わってるかな。まだか。まだかな、ちょっと、まだですね。アハラにイエロー。ビルバオ感ある交代。あ、そうだ、ビルバオって一気に4枚とか？日常茶飯事。パールですね。カードかな？カードかな？主審がポッケをもごもごしてますね。おー。58分。あー、そうですか。21。変わって入った。あ、ピノにイエローカードですね。モレノとピノね。コクラに変わってパレホ。ちょっとずつ変わっていく。わーわーわー、モイゴメスをこかしたってこと？あー、マットファールのとこね。さあ、これは、マジョルカボール、レイナさんから。あ、ラゴジュニーキー！アマトと変わってラゴジュニキと、ちょ、二人変わるかな？ダンジュマに変わってピノにが入って、ココラに変わってパレホが入って、マヌトリゲロスに変わってモレーノが入ったわけですね。あ、で、ディアに変わってパコアルカセル入ってるって。やっぱビジャレアルガチ強メンバーになってきてる。ほっぺ！ほっぺ来たじゃん！ほっぺ来たよ！ほっぺー！ほっぺー！期待の新加入ほっぺー！うわ、楽しみだね。後半の60分、マジョルカも選手交代。日曜のこの時間忙しいねー。嬉しい悲鳴やな。あっかん！ちょっと待って、そんな、体勢崩しながら、なんとかクロス上げるってすごいな。ほっぺ来たよ、ほっぺ。うん。でもね、ほんと、相手が選手交代した後はね、ほんとにね、ベルギー試合終わった！ヘンク逆転や！うわぁ！オヌア中！シントトロイデンね、1点リードしたんですけど、鈴木優まで。2点返されまして、1対2、ヘンクの勝ち！です。で、試合終了と、裸踊り。ヘンクのサポーターは裸踊り。お、いいよ、いいよ、いいよ！ニキ、ニキ、ニキ、ニキ！ダニロドリゲス！うわー、残せない！マジか。いやー、でもここぞ、いいよ、竹下頑張れ！最後、伊藤も惜しかった。お、いいよ、この時期、この位置で、前向いて、竹下、置いた！置いたん！うわ、それは、パスやな、最後な、パスやったな。いや、わかる！全然、オイタンのその、また抜きするパスは全然良くて、ゴール前。竹内あれ、オイタンにパスした後、まだ上がればよかったんよ。ワンツーなってたら竹内ゴールできてたよな、今。
いやいや、めっちゃいいシーンやったな。そう、最後多分あれシュートじゃないからね。そう、竹田さんもあれラストパスや思ってゴールした後その場とどまったけど、まああのディフェンダー引きつけるのもあったんか分からんけど、上がってたらパス、おいたんのパス受けれてたらゴール入れてれてたかもしれんよな。最後のトラップ流れただけ。あ、そうなんや、たまたままた抜けたけどってことか。いやでもそう、でもまあトラップ流れたとてよ。うん、流れたとてよ、上がってもよかったやん。うん、エンディアイエに代わってラゴジュニッキー、ニーニョに代わってホッペが入ってるということですね。2人交代さっきの。おー、まあ、でももう一回女やったらいいことやから大丈夫。さあ、ベルギーはいい試合でしたね。よいしょ。おー、フリーキック、ビジャレアル、うん、ニアサイドをクリアして竹さんプレスに行きますと。まだビジャレアルボール、もう一度中に、これは裏抜け、うまくいかず、ゴールキック。後半もまたいい感じですね。主審もまあ大変そうよな。うわー、いいシュートだね、これも。レイナさん、ナイスキー。ちょっとファールないですか、目の前です、主審の。さすがにだよね。さすがにだよ、今ね。ちょっと、襖開けた今。え、審判今、襖開けたえ、今、襖開けたよな、なんか。さあ、マジョルカボールですよ。いや、今のはね、ファールでしたね。タケに代わってイガインも、まあ、あるかもしれんけどね。タケさん残した方がいいと思うけど。さあ、フリーキック、オイタン乗せた、これもオフサイドはない。頭合わせれてただね、最後。誰が上がってたんやろ。エアひょっこりはやったかな。あ、閉めてたんか。あ、いいじゃん、ビジャレアル、ナイス攻撃、あぶない !PK! ないです、 !PK ないです。うーわー、ナイスな攻撃でしたね。あれ、ちょっとまあ、こけんでシュート打てたら、あ、VAR? ない?ない?ないですね。わ、主審がノンって言ってる。目の前で見てたからね、確かに。いや、まあ、ボールに行ってるか。いや、微妙やな。どっちでもいけそうやけど。まあ、ボールに行ってるっていうことですね。PK、まあ、ペナルティエリアでこかされたんですけど、まあ、ボールに行ってるっていうことですね。PK なしです。まあまあ、微妙やな。微妙やな。わからんな。どっちでもいけそうやけどな。どっちでもいけそう。まあでも、主審が、VAR が確認しますかって多分コンタクトしたんやと思うけど、もう、VAR にも、いや、ないって言うてたから。すごい、確固たる自信で。まあ、どうわからん。どっちでもいけそうな感じではあった。ね、スムーズだったね。さあ、67分。
レイナさんからのキック。あ、意外にアップしてますね。うん、マジョルカボールいいよ。キープして、キープして。うん、無理なら戻そう。プレスが激しい。で、レイナさんまで戻して、ロングボール、前線へ。あ、わわわ、オフサイ？オフサイ、オフサイですね。はい、ビジャレアルボール。うわー、いいよ、いいよ、もう、いい時間帯になってきたよ。激しい、激しくなるよ、これは。さあ、ビジャレアルボールの、ビルドアップ。ああ。中盤でボールをパス回して、ああ、左サイド。上がってきた、ニャンちゃん使います。内側。パス繋いで、竹さん奪える？おー、いいプレス。後ろにボール戻させましての。マジルがそろそろ交代。まあまあまあ、もうさっき変えた交代が、程よく効いてるから、し、その、ビザレアルの4人替えも対応できてるから、まあいいかなという感じはしますけどね、交代は今。うん。どうしたの？竹内どうしたの？ちょっと、顔を押さえながら倒れてますね。しかし、主審は笛を吹いてないので試合続いてますか？立ち上がりました。大丈夫？大丈夫？ボール近くに来たから奪いに行ってますね。何やったんや？大丈夫か？ディフェンダー疲れてきた。まあ、それはあるかもな。モレノの反撃。いいビルドアップできたよ。まあまあ、お互いね。さあ、間もなく70分。うわぁ！縦パス！ホイス。モイゴメス！モイゴメス！おぉ、ちょっと引っかかりましたけれども、ファールなし。あぁ、ここでマジョルカボールになって。うわ、オッケーオッケーオッケー。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、左サイド。うわぁ！ラゴジュニキ。あー、激しい。あ、ここで奪われ。しっかり守備しよう。戻して。モイゴメス、逆サイド。ニャンちゃん、クロス。これ、キーパーキャッチ。レイナさん、早い。リスタート。ラゴジュニキ。ニキ、ドリブル。ニャーン！ファールでしたね。モイゴメス。カプエか。うわぁ、激しいね。隙がない。マジョルカ負けない。選手たちの躍動を見せてほしい。うん。竹内さんのパス成功率 88.9%。ありがとうございます。データ出していただきまして。後半の70分。うん。竹シフトされてる？あー、そういうこと？ほい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 。まあでも70分台交代なさそうですね。イガンインもアップしてますが、今は足を止めて試合を見てます。呼ばれてはない感じ。スコアレスだったら十分。スコアレスは十分、結構十分。ビジャレアル相手に 0-0 は十分。でもだホームだからね。ホームだからっていうのはちょっとあるよね。勝ちたいよな。アウェイで 0-0 だったら100点満点やと思うんだけど。いいんじゃない？これ浮いたボール。竹内さん、竹内さん、オッケーオッケーオッケー。にゃんちゃんとマッチアップね。これスローインです。ビジャレアルボール。おー、選手交代。ビジャレアル？さらに交代？ 5 人目ですけど？ 12 番。あ、にゃんちゃんに代わって？お、マジで？左サイドバック変える？ちょっと、竹内さん。うわ、竹内さんだ。いけるか。ちょっとね、疲れてるながらに相手元気な人に変わったらちょっと辛いな。マジか。
ア？ペーニャ！ペーニャ、にゃんちゃんに変わってペーニャです。まあそうだよね。ビジャレアルのサイドバックだもんね。そうだよね。交代5人ですね。3枠5人です。竹内さん頑張れ。辛いな。相手元気な人になっちゃった。あー変わるかなー。うん、さあビジャレアルサイドチェンジして右サイドからドリブルで上がります。スペース。うん、中パレホ逆サイド元気になっちゃったねー。ガン入れてほしいけどね。でもまあ竹内さん疲れてるといえども、でもまあ疲れた竹内さんでも他の選手ぐらいの攻撃力がありそうな気はするんですよね。久保に活躍させまいと意思を。ほんまに？いや、桜子は関心けど。ビジャレアルはもう交代枠なしですね。点入れられる前。そうだね。午前中じゃない。前半に負傷交代一回使っちゃったから。あと一回ですね。あと一回二人交代できると思う。調子いいからまだいける、そんな気はしてる。うわー、でもな、前半の戦い方見てたらマジョルカ多分なんか時間最後ブーストかけてきそうな気するねんな。で飲水タイムですかね。そして桜子は飲酒タイムですかね。いいっすね。おー、竹内さんもコミュニケーション取る。ラゴジュニキと話してた今。疲れてるかな、足痛いかな。どこ映してんの？膝？あー、コスタの膝？足痛く、あ、そっか、痛めてたもんね、さっきね。あんなにアップする？今ブライトン見てるんですけど、ククレジャってどういう選手？ククレジャは鉄人です。90分間ピッチ上走りまくっても全くタフさが崩れない、いろんなところに出没する。で、自分でシュートはあんまり打たないですね。打てるタイミングでもパス出しがち。めっちゃいい選手ですね。ククレジャ大好きです。あと、髪の毛がもじゃもじゃで、おばあちゃんに見つけてもらうために髪の毛ふわふわにしてます。パンちゃん、ゴンマルー。コーヒー焼酎を飲んでます。クレジャ抜けたヘタフェはアレニャがかわいそう。アレニャはヘタフェまだいるんか。今クボを下げると引き分けも危ない気が。せやねん。そう、竹内さん下げん方がいいと思う多分。うん、いいよ、チャンスやと思ったら追いかけよう。おー、いたん、ナイス。ダニロラゴジュニキ、ニキスローイン。ククレジャはめっちゃ走ってどこでも出没するけど、髪型でわかるか、感染しやすい。
さあ、マジョルカ高い位置でのスローインですよ。コスター。竹下、セカンドボールの位置にいます。ヘディングでクリアして、ババ!うん。おー、いいじゃん、いいじゃん。ラゴジョ2機。あ、2機!2機残した!これクリアして、おー、セル!バーバ、ナイス、ナイス!まだ残して、あー!これは、ビジャレアルチャンスになっちゃう!カウンター!オーサイドない、左サイド!あ、でもみんな戻れたよ。一旦戻して、パレホから左。これ、ペーニャで。ゴメス、モイゴメス。ピノ、モレーノ、あ、低いクロス、やばい、ナイスクリア。やめてー、オッケーオッケー、いい守備。そして落ち着いて前線。あー、あー、これはタッチ割りますね。ドッジボール?ビジャレアル。三笘、労働ビザ降りるとククレジャとの縦ライン。あ、そういうこと?マジョルカ26度ってお昼の東京より涼しい。あ、今日めっちゃ暑かったよなぁ。いいじゃん、いいじゃん、めっちゃいい。竹谷さん、上がろう。おぉ、あ、そういうこと?まあでもまあ、まあまあ、シュート打つのは悪くないからね。上がってきて。サストレか。サストレ。が。あ、じゃあブーイング。うん。ボール持ってと、結局ね、距離ある位置からシュート打ちましたけど、ゴールの枠上でしたね。うん。ほっぺファール。ほっぺちゃんファール。まもなく80分。ファールはビジャレアル12本、マジョルカ10本。おお、この位置で前向いて、いいじゃん、クロス、あはん、まだ残ってんて。竹内さん、打っちゃえ、左足切り返して、右足シュートは難しい。おお、クリア。あー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 、いや、左足めっちゃ警戒されてたね。竹内さんの左に3人来てた。竹内さんの左足に3人来てたの。あれは、あれはちょっとなんかもう、逆に誇らしいよな。いや、シュートよかった。いや、ほんま、あれはもう逆に誇らしいやろ。左足さ、4人来てた。で、切り返してね、右足でシュートは打てたんやけどね、右足はやっぱね、違うからね。あ、やばい、もう。やばい、もう、あんな警戒されてたら。いや、もう、めっちゃ嬉し、なんか嬉しい。一周回って嬉しいわ。あ、すごい、すごい並んでたよね。縦に、縦に並んでたもん。いや、もうほんと、笑ってまうな、あれは。あかん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 、やばいやばいやばい、2機、2機クリアして、はぁはぁはぁ、オッケーオッケー、体入れて、キープして、スローイン、オッケーオッケー。いや、まぁ、ユーインアップしてるけど、ずっとね、見てますね、まだ呼ばれてない。まぁね、右足も、右足もね、前、全然前に比べたら、エメリンのリアクションかわいい。前に比べたら全然ね、いいんですけど。やっぱね、左足の強度に比べたら、おー、ナイス、ここで竹内。スルーパス。ダニー・ロドリゲス、右サストレ上がってる。お、左、あー、あー、あー、うわー、よっしゃ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 、オフサイ、オフサイ、どう、あ、入った、やった、オフサイ、え、どっち、何、オフサイ。オフサイかー。あーあー、いや、まあそうだよね。ちょっと出てたよね。ちょっと出てたよね。確かにな。あ、出てたよね。うわー、サストレ、ナイス、クロス。
よ。だからね、そうあんだよな。オフサイドだよね。惜しかったね。いや、あのね、ゴール、ボールはね、ゴールの中入ったんですけど、あ、ええやん、この位置で。まだある、まだある。ダニー・ロドリゲス、右サイド、竹内さん、もう打っちゃえ、左足、右足か。あー、でも惜しいやん。キーパーは抜けたんですけどね、枠外でしたね。いや、左で打っていいって、左で打っていいよ。右としてリフレクションしたボールでワンチャン歩く方がいいから。幻やったなぁ。さっきのオフサイドのシーンですね。惜しかったなぁ。惜しかったよね。よかったけどね。ちょっと待って、25って、あれか。ほっぺちゃんか。ほっぺちゃんのゴールが、サストレからのクロス、ほっぺちゃんのゴールが5、シュートがゴールの中入ったんですけど、オフサイドだったね。ダニのプレゼントパス。先にネット揺らした。そう、確かに確かに。お、お、どうしたどうした、ファール、イエロー？マジで？あー。ビジャレアル、イエロー。アルビオル？あー、わからん。まあ、そんなカード出すほどかはわからんけど、まあ、さっきからファール多かったのかもしれないしね。ちょっとわからへんけど。うん。うん。とりあえず試合おもろいよ。もう間違いない。ここからフリーキックですね。ゴールからはだいぶ距離あって、センター付近なんで、セビジャオイタン入れて、中入れて、これはセカンドボール、ビジャレアル。二人、三人、で、まあ、ファールでボールを止めるビジャレアルボールですね。うん。流れ来てる。確かに流れ来てるで。何が、おー、ナイス！いいよ！ほっぺちゃんから竹内さん！あ、な、おー、すごいゆっくり倒れたな。まあ、ファールですね。マジョルカボールで。足かけられたからね。いや、もらいに行ってはいるけどね。もらいに行ってはいるけど、まあ、上手にもらいましたね。うん。85分、うわー、マジか。畳みかけよう。いいよ。今でも入れてもいいかもしれん。前線変えてもいい。前線はもうか、うわ、前線は今もういいか。竹房、あ、置いたん変えよう。竹房内側行って、イガイン、右にイガイン入れて、置いたんとイガイン変えるのありやで。この時間、あと残り5分で攻撃力アップはありやで。どう？監督どう？どう？やらへん？今日はやめとく？ビジャレアル相手に、スコアレスドローは、第4体？そうしとく？ありやけど。やめる？まあ、でも確かに勢いいいから、で、勢いいいから、このまま行った方がいいかも。いいよ、ババから竹房。右サイド。ほっぺちゃん、後ろ向きで受け取ったから、サストレをおとりにして竹房に戻します。竹房ドリブル前向いて、ほっぺちゃん、竹房ボールロスト。ババのフォローありがたい。さあ、ビジャレアル左サイドでボールキープして。そう、まあ、流れがいいからね。立ち切らん方がいいかもしれん。うわ、これ打たれんじゃん。よかったよかった。オッケー。シュートモーション入ってたからな。危なかった。87分。ババーが倒れて、ファールで止まったかな。あ、後ろからね。確かに、ちょっと押されたかな。オッケーオッケー。あー、なるほどね。あー、
ー、マジョルカもうあれや、引き分け狙ってんな、引き分け狙ってんな。これ久保がボール持ったら3人ぐらい集まるのはある。しかも左足側だけ。あ、イガイン来たやん、イガイン。インそうなんですよ、イガイン入れましょう。あれでしょ、置いたんでしょ、置いたんでしょ。竹雄さん、マジで竹雄さん交代、竹雄さん残そうよ。置いたんでしょ、違う、あ、2人交代する。え、そうそうそう、まあ2人残ってるから、3人、あ、2人交代残ってるから、2人交代しよう。竹雄さん残してくれ、竹雄さん残してくれ。ほっぺと竹、なかなかパスコ、そうやんな。そう、ほっぺちゃんと竹雄さん結構ね、いや、ワンツーしてるもんね。同格同士の試合見合ってなってんのよ、嬉しい。どう、誰変える、竹内さん残して、竹内さん残して。88分、もうちょっとね、早めに入れてたかったけど、わあ、ナイススルーパス、竹内さんドリブル内側倒されてファール。わ、ちょっと位置が遠いかな。オッケー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 。どう、交代しますよね。ど、誰と誰と、お、その前に選手倒れてる、もしかしてババラゴジュニキ、ラゴジュニキどうした、足痛い。嘘、引き分け狙ってんなま、マジョルがこれ 0-0!0-0 狙ってんな、完全に。おー、0-0狙ってんな。いや、いいねん、確かに。確かに全然、いいねんけど。いいねんけど、見てる側としては、ちょっと頑張れば勝てそうやけどな。わからん、チームとしては0-0。フィニッシュを狙ってるっぽいねんけど、見てる側としては頑張ればさ、そう、頑張ればいけそうかなって思っちゃうねんな。おいたんに変わって、と、あ、竹内さん変わっちゃうか、竹内さん交代か。あー、お疲れー。まあ、ほぼほぼ90分ね。おいたんと竹内さんを同時交代ですね。お疲れー。まだほぼ90分でしょ。これはほぼ90分でしょ。まあ、今90分ですね。ダニ・ロドリゲスアウトはしてない。え、ダニ・ロドリゲス、え、3人交代すんのか。あ、ほんと。ダニ・ロドリゲス、竹内さんに代わって意外に。え、ババ？え、何？何人変えるの？ダニ・ロドリゲスアウトって左上には出てたけど、いや、ダニ・ロドリゲスは変わらない。ババに変わ、ババ変わんのか？イメージ共有できてる感じ、確かにね。久保と意外に同時起用なぁ、見たいよなぁ。今日も見られなかったなぁ。前もね、2分ぐらいやったからね。え、ムブラ君はいいんちゃう？ムブラ君は、でもスタメンで見たいタイプの選手やけど、ムブラ君好きやから。うん、いい選手やで、全然。まあ、時間稼ぎの交代だけど、まあ、交代枠は全部使おうって感じかな。ムブラ君、いいと思うけどね。おいたんがフルなんか。え、おいたんフルか、マジか。竹内さんに代わって意外に、ババに代わって、ババと、アマトが変わったんね。で、ムブラ君と、あれ、もう一人誰が入ったの？意外にとムブラ君と誰が入ったの？あ、でも、ラゴジュニアッキーは、あ、まあいいのか。バタグリア、あ、バタグリアくん分からへんな。初めましてやの。うん。ロスタイム6分。ごめん、言ってなかった。ロスタイム6分ですね。で、92分なんで残り4分。
ムブラ周り見えなくなりがち。確かに。そうなのね、視野はね、そんなに広くないんだよね。でもそれをカバーする、フィジカルとスピードあれでね、そのなんか視野広がってたらめっちゃいい選手だよね。竹内さん抜くのは悪手すぎる。ドロー狙いでも勝ち狙いでムブラ協力。ほっぺってシャルケ、そうそうそう、シャルケのゴー、シャルケのあの得点王かなんかでしょう。うん、ロスタイム長いね。さあフリー、コーナーキックですね。ビジャレアル、あかん、ちょっとこの時間アディショナルタイムセットプレイは怖いな。ファーサイドヘディングは流れてゴールキック、誰も当たってないかな。いいよいいよ、守りきる。あと3分、0-0 狙いやからな、マジョルカは。まあでもビザリアルもな、どうなんだろうな、アウェイで 0-0 やったらまあええかみたいなとこ思ってそうやけどね、メリン。そんなに焦り感じひんもんな。うーん、だからまあなんかお互い納得し、で、する試合になっちゃいそうやな。6分な、高めのカップ麺作れるよな。152機落として、ほっぺちゃん、ほっぺちゃん、いいよ、ああ2機、あ、いいやん、いいやん。ここは2人で連携取ってんねんな。ビジャレアルは上位狙うならこっ勝たなきゃね。ビジャレアルがまあ何狙ってるかやんな。ミッドウィークに試合あったから、ビジャレアル無理しないから、そうだよね。ビジャレアルまだ勝ちなし。うん。ペイニャ。うわー、感覚がそんなルーズなの。あれ、イナさん、さすがっす。さすがっす。おー、適当にしのいだら危ないで。まあ、適当にはしのいでないか。ナイス、ワンタッチうまいな。オッケー、ナイスキー。今日で4分け。いや、さすがエメリンですね。95分、残り30秒ですね。守りきろう、いけるいける。意外に、う、いや、全然点取ってもいいで。点取ってもいいやで。あー、でももう両チームともに 0-0 の雰囲気してんな。増え待ってもてんもんな。オッケー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 。置いた。ロングボール。あー、これスペースに誰もいないね。キーパー出てきて。さあ、96分経ちました。うん。ビジャリアルボールで試合は続いております。主審はまだ時計見てない。あとワン、ラストワンプレイかな？右サイド、フォーイスからペーニャ。クロスは、クリア。セカンドボール、ビジャリアル。サイド展開できず、マジョルカ奪って、ここで試合終了！ 0 対0、引き分けと。オッケーオッケー、めちゃくちゃ面白かったけど、まあ納得、まあ納得ですね。0-0 で。いいんじゃないですかね。金、コースター、コースターがマウスマッチ。オッケーオッケーオッケー。いい試合だったねー。いい試合だったねー。あー。よかったよかったよ。
ゃないお互い。見せ場もいっぱいあったし、惜しいシーンもいっぱいあったし、でも結果ね、勝ち点1同士で。マジョルカは格上相手にホームで、0失点。ビジャレアルはね、ミッドウィークも試合しつつ、選手も温存半分できつつ、0-0 引き分け死守、いいんじゃないですか？ほっぺちゃんとフルで、確かにね、ほっぺちゃんもチーム馴染むまで、ね、だんだんって感じだからね。エメリーなんか速攻変えてたね。選手交代で本気出させた、確かに。以前のマジョルカだったら前半で2点取られてた、確かに。いい守備だったね、集中力もある。ビジャに 0-0 は勝ったも同じ。ホペのところ、久保のところに3人寄って、センターフォワードガラ空きにしてんのすごい。おーなんかね、これ続けてたら、なんかその裏書いてチャンス生まれそうですよね。ニーニョもうちょいボール収まってほしい。次節レアル対マジョルカ。うわぁ来たねー、レアルマドリード戦。木曜日レアル戦。昨年はレアル本、本当のホームスタジアムじゃなかったけど、今回はベルナベウだから。そうか、去年はね、サブのところだったのかな、小さめのと。まあ、あそこもね、なんか好きだったけどね。お客さんいなかったからね。アシスト未遂もあったもんね、今日。久保が釣ったスペース生かした、そうなんだよね。リアル戦で点を取ってほしい、本当に。荒れそうでもしっかり最後まで両チーム集中してて、良き試合だ。本当その通りだったね、いい試合だった。久保へのマークきつかった。左足3人、4人か、3人来てた、めっちゃ面白かったな。ビジャレアルも調子悪いから、ここで勝った。あ、ビジャレアル調子悪いんか。まあ、でも引き分けは調子悪くないで。ビジャレアルの、本来の姿。ロナウド、3試合連続ゴール。おー、すごい。選手交代でパレホは怖かった。元スペイン。おー。いや、選手交代で入ってきたビジャレアルの面々はもうガチやからな。でも多分なんか、2点取ってこい、3点取ってこいとは言われてない感じだったね。引き分けでもって感じしたよね。そうなんだよね、そう。マジョルカ、第一次マジョルカ時代はね、レアルに勝ったんだよね。大物食いをするマジョルカ。ホームでは強かったんだね。ビジャレアルは CL との両立厳しい、そうなんだよね。大変だよな。ビジャレアル4連続引き分けはもう本来の姿。久保はアウェーだけどホームね、どっちも。まあ、ビジャレアルもそんな感じなんかな、どうやろうな、逆に。タケは強豪相手に活躍するイメージ。3日後、木曜日、レアル戦。いや、いい試合だったー。面白かったねー。面白かったねー。意外員がねー、まだやっぱり最後、交代で入ってきたけどー、あんまりね、その、ボール運ぶプレーはできてなかった。ま、プレスは行ってたし、守備はやってた、できてたけど、攻撃にね、参加できなかったから、そこね、うまくいったらいいよね。ほっぺちゃんと、竹房と、イガインと、ムブラくんと、あの辺の前線のメンバーがね、どう、若い子たちがね、どう絡み合うかみたいな、結びつくかって感じやな。まあ、ほっぺちゃんと竹房はなんか、いい感じやったけどね。
だからそこがいいんじゃないかな。ほっぺちゃん竹房で使うのがなんかバランス良かったかなっていう感じしますけどね、今日のね後半の方。久保くんの守備力アップ貢献度アップ2ほど、そうそうだね、エメリンが竹房のね守備をすごいね求めてたけど、今日見てできるようになったやんって思ってくれてるかもしれんね。どっちががあってもおかしくなかった。確かに。本当に。なんかもったいないのがね、マジョルカがその引き分け狙いに行ってもうたのがちょっともったいないかなって思っちゃった。が、なんか、もう一個、ね、無理したら、無理して怪我したらあかんねんけど、無理したら、ちょっと点取れたんじゃないかなって、なんか思えてんけどな。どうなんやろな。ビジャレアル相手にも点取れそうな感じしたんやけどな。まあでも無理して失点するより確実に勝ち点1取りに行ったっていうことなんでしょうね。まあその選択は全然間違いじゃないと思うし、試合見てないけどいやめちゃくちゃいい試合やった。あのハーフタイム中のね、後半始まる直前の竹房の胸パンチも良かったもんね。ダニロドリゲスに、ダニロドリゲスに、はい、いや面白かった。ククレジャみたいね。ククレジャちょっと見ようかな。ブライトン、これか。あ、レスターとやってんのか。さあ、じゃあここで、お別れの方はぜひね、お忘れなく、チャンネル登録してください。お願いします。あともうちょっとで1万人なんで、よろしくお願いします。画面の右下のチャンネル登録ボタンをポチッと押すだけなので、何卒よろしくお願いします。あ、もうしてるよという方はね、ぜひ、高評価ボタン、ブラウザバックする前に高評価ボタンを忘れなくポチッとしていただけたらなと思います。いつもね、見てくださってる方の人数に比べて高評価ボタン、なかなか増えないので、実はとても、ショックだったりします。なので、今日もね、100以上になったら、嬉しいなと思います。高評価ボタンを何とぞポチッと。ありがとうございます。ありがとうございます。今押してくださった方、見えております、数字が。ありがとう。ありがとう。あと10。ありがとう。なんとかね、みんなと一緒にね、試合見て盛り上がりたいなって思っておりますので、このチャンネルが大きくなったら、楽しい時間増えるかなと思って、それはもう皆さんの協力のおかげなので、いつもありがとうございます。このおかげでまた新しく見つけていただける方がきっと増えると思います。ありがとう。ありがとう。100いきそう。あー、ありがとうございます。100に行きましたー。やったー。いや、試合面白かったからね、こういう日はぜひいい
いい試合だったなと思って押していただけたら嬉しいなと思います。ありがとう。よし、じゃあね、まだまだね、3連休、まあ、日本は3連休だけど、ヨーロッパは違うかもしれないですけれど、面白い試合盛りだくさんなのでね、夜更かししつつ楽しみましょう。みんなも体調に気をつけつつ試合楽しんでいきましょう。さあ、次回マジョルカの試合は木曜日ですね。レアルマドリード戦、そちらも同時視聴するつもりなので、ぜひよかったら一緒に見ましょう。他もね、サッカーの試合まだまだ配信しますので、見たい試合被ったら一緒に見てくれると嬉しいなと思います。はい、サッカー以外もね、ゲームしたり雑談したりしております。興味があったら遊びに来てください。お話ししましょう。ではまた次回の配信でお会いしましょう。つまるでしたー。